はい、ジョンです。今回の引き続きね、 UQ モバイルの節約モードの 300kbps でね、TikTok 閲覧動画動作確認やってみたいと思います。こちらですね。まずこれ自分のチャンネルなんですけど、これインスタ紐付けやってるんでね、まずインスタグラム、YouTube、Twitter やってるんだけど、Facebook は入れてないですけどね、インスタグラムまず入れてみようか。動くね、こうやって。めっちゃ巨大爆乳っすよね。さっき Facebook から直接やってもダメだったんだけど、TikTok 返したらなんかサクサク動いてるな。変わってるね。知らんねえ、こいつ。あ、清水マリア。チーム8かなんかあったかな。セリカ。誰だこれ。長野セリカ。かわいいな。さっきの Facebook で直接やるより、こっちの方がいい。TikTok 経由でやった方が、サクサク動くっていうのは意味がわからないんですけど。こういうのダメだよ。これハーフかなんかか。めっちゃ可愛いっすな。やっぱりちょっとやっぱ読み込み遅いっすね。でさっきめっちゃエロいぜ、マジで。最高だ。かわいいな。これ動画かな。これな。かわいいな。めっちゃ。いけてるよな。結構。ソロ写真集。ソロ写真集ってあるんだけど。買いたいな。買う、いつか。絶対買う。すげえわ、マジで。最高だわ。おっさん、OK かな、この女。おっさん、興味あるかな。俺、でも、おっさんに見られないっすよ、でも。自分で言うのは何なんだけど。おっさん、OK かな、この女。かわいいな。Facebook は OK で、じゃ次ね、YouTube 見てみるか。YouTube 動画はちょっと厳しいかもしれんな。あ、一応、これ自分のホームページなんですけどね、トップページ。これね。これ5分のやつちょっと見てみるか。ちょっと厳しいですかね。画質480になってるから、240ぐらいに落として、ちょっとなんか、くるくる回ってるな。画質、自動設定、240。はい、あ、大丈夫だ。こっから UQ モバイル。くるくる回るね。ちょっとダメですね。まあいいかな、ほんで。TikTok からこうやってジャンプしてやらないからね、普通は。で、Twitter までちょっとジャンプするんで。これ、さっきのやつ、Twitter からだったらちょっと厳しかったけどね。ダメみたいですね。ニュースのツイートしたやつもあるから、これちょっと見てみるか。アメリカすごいよね。200兆円っていうのがすごい。
イデン政権発足後初の大型経済対策となります。かなりの積極財政だよな。アメリカの議会下院は1人当たり15万円の給付金支給って言ってるわね。これちょっとでもあれだな、あんまりレディーガガさん、はい、これダメだな。なんでこれサムネイルも表示されねえな。ダメだ。こういう感じでね。でね、これマイページなんだけど、これの保存したやつ、猫ちゃん見てみようか、軽く。あ、ちょっと重いかな。面白いっすよ。コロコロがあるっしょ、ゴミ取るの。あれで、こうやって言って。ね。ジョーズの BGM。面白いね。かわいいね。猫好きなんで、とっても。この超エロい女なんですよ。めっちゃ最高なんですよ、この女。TikTok は動画時間短いから。時間かかってるんだ。短い動画なんだけどね、これ。はい。めっちゃ爆ニュースわ。まだ若いっしょ、この子。高校生ぐらいじゃないか？めっちゃ可愛いわ、最高だわ。止まるな。ちょっと TikTok も重いのか。時間帯とかもあると思うんですけどね。めっちゃ可愛いよ。最高だよ、マジで。ちょっと化粧が濃いけど。ナナッチャフォローしてる。めっちゃ爆熱わ。すげえわ。最高だよな。今は露天風呂に入ってます。いいですね。じゃん、景色がめちゃくちゃいいです。かわいいよ、めっちゃすげえわ。大和田奈良見てみるか。これ面白いよ。猫の重いの、重くはないと思うんだけどな。動画の時間短いんだけどな。あ、これでもやめた方がいいな。BGM ちょっとあれだったんだけど。流したかったけど。何やの、大和田奈々。ちょっと重いね、TikTok って。これプラン S で300キロ、節約モード300キロ BPS だからね、プラン M からは、プラン M と L は、節約モード1メガ BPS だからね、もっとサクサク動くと思うんだけど、ね、まず1ヶ月、1、2ヶ月、2、3ヶ月ぐらい試しに使うってこと、使ってみて契約したんだけど、でも安いからね、1680円、1680円ぐらいだったかな。これいいと思うんだけど、これ家の中だったら感度悪いんですよ。で、外に出たらもっと感度いいんですよ。もっとサクサク動くんですよ。こうやってあんまり止まらないんですよ。かわいいな。すげえ。お気に入りの女だったんだけど、女の子だったんだけどね。卒業しちゃってすぐに。最近でも YouTube 配信しないっすね。止まっちゃってるな。外に出たらもっと
サクサク動くよ。電波は今ね、2ぐらいかな。1とか1行ったり、1と2行ったり来たりしてるんですよ。外に出たらバリスタになると思うんだけど。止まるね。あ、これは重くない。224キロだから。動画のデータ量少ないから。もうちょっとサクサク動くやろ。これでもあれだな。これ画質の設定できないんだよな、でもな。面白いね。これは重いっすね、ちょっと。470。ダメだね。今のこれか。かわいいな、とっても。ぽちゃぽちゃしてかわいい。でうるさいみたいです。結構おしゃべりで疲れると思うよ、一緒にいたらでも。若くて可愛いけど。こうやって止まるけど動くから別に問題ないんじゃないかな。家の中だったらダメですね。感度低いっすね。外に出たらもっとサクサク止まらないと思うんだけど、こうやって。これ1回再生するときはね、止まるんだけど、2回目からはこうやってスムーズに動くね。そんだけ読み込みしてるから、2回目からはスムーズに再生できるね。他のやつ撮ってみてみるか。ね、これも今止まるんだけど、1回目の再生だから。2回目からはスムーズに再生されると思うよ。読み込みしてるからこう。これ2回目なんで、多分スムーズにいくと思うよ。止まらんでしょ。家の中ではやっぱり、あれだね。接続モード、感度は低いけど。俺、家の中では Wi-Fi ルーターがあるから、Wi-Fi でやるんだけど、外に出たときは、UQ モバイルでやるからね。いいっすよ。いいでしょ。
今スムーズに動くね。オッケーですね。これ流したいけど、これちょっと音楽が入ってるの、曲が流れるんですよ。これさっき見たな、大和田のチャンネルなんですけど、フォローしてたと思うんだけど、フォローしてるっていうことよこれ。 あんまり上げてないな、こさっきのやつよな。あ、さっきのあんまり動画アップしてねえな。こんなもんにしとくか。トレンドいっぱいあるよな。これ誰だ。男はもうやらないよね。女が多いよね。こんなもんにしようか。これちょっと重いね。あ、でもそんな重くはねえのかな。こんなもんにしようか。あれ、うん、はい、以上にしたいと思います。今回ね、UQ モバイルの節約モード 300kbps で TikTok の閲覧で動作確認やってみました。あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。次は、ね、YouTube やるんで、結構今日撮ってるんで、はい、失礼します。サムネイルちょっとこういうのね。はい、失礼します。